もともとでもさ、どっちもやけど、言い方変やけど、こんなにトップクラスになると思わんかったよね。ちょっと、ま、両方とも、ね、KWC で戦えてるっていうのがちょっと色物枠じゃないですけど、どっちもスタイルをもともと持ってて、個性的やったなんかやっぱ、かっこよさはまあちっちゃい時からそれはもちろんあったんですけど、技術が伴ってきて、そうそう、それこそ大会で勝てるプレイヤーになるとはあんま思ってなくて、なんか天玉好きで、なんかすごい自分のスタイル持ってて、すごいタレント持った子たちだなと思ったけど、それを持ちながらもこの普通に世紀の大会で戦えて決勝に残ってくるっていう、すごいよ。これでも2、3年のグイッと伸びがすごいっすよ。いいから見たらラストはラストはどんなプレイヤー？いやー、今ね、今のヤス君はやっぱ、なんかすごいやっぱアピールが上手だなって思って、なんかそれがまあ剣玉プレーでもそうだし、こうなんか人に訴えかける言葉だ、ヤス君の言葉だったりとか、こうなんか大会での行動とか、なんか気持ちを伝えるのがうまいんだよね。うまい。あの11歳の気持ちの伝え方じゃないのがプレースタイルにも出てるし、あれはやっぱり千葉さんの影響なのか、まあ教育なのか、まあ子供だからなのか、すごいなんかこっちに響くのがすごい結構ありますよね。でやっぱりそれも長いから剣玉プレイングにもやっぱ出てきてんのよ。すごい。そこは本当に幅広いですね。いや、このスキルの幅も広いし、最近さっき言ったその正規の技というか決められた技もすごい練習する、はい、量と。もこういう本当に2、3年で、うん、こう全員ごぼう抜きじゃないですけど、そうそう彼なんて、まあ、どっちかっていうと俺らみたいにこうパフォーマンス見せることを得意とするプレイヤーで、まあ、俺らはそれでさ、そんなに KWC ではさ太刀打ちできないから、ね、そっち方面のプレイヤーかなと思いきやどっちもやるっていう、しかもどっちも成績残るどうしっていう、これはでも結構すごいこと。小学生ですか。しんのすけ。なんか最初やっぱりお父さんのイメージが、そうだね、剣玉界、そう、なんか安っぽっぽよりやっぱ東郷さん、東郷さんあってのしんのすけっていう、だからまあ、しかも未経度界隈でやってて出てるセンスあるやつの子供版みたいな、うん、そうね、最初はやっぱりこう有名な剣玉アーティストのプレイヤーの息子だったんだけどっていうイメージですね。でそれがもうさっき言った通りキャッチ&フローでも世界大会でも個人としても成績も残すわ。でなんか大会で勝つだけじゃなくてやっぱなんかカリスマ性じゃないですけど、こう世代を引っ張っていくであろう、ファッションリーダー感もすごい。なんかそういうしんのすけに憧れて剣玉やってる多分同年代の人もいっぱいいると思うし、なんかあの見え方がやっぱすごいかっこいい。そう、だからラツくんはストレートにこう気持ちをね伝えるっていうのがあれば、なんかしんのすけはもう勝手ににじみ出てるというか、そう、なんか色がついて、側が自分の色がついてて、それはすごい、あの年でっていうのがやっぱ結局でも親の影響よね。やっぱり東郷さんの影響でしんのすけはなってるし、岩さんの影響でやす子もなってるから、多分本当にけん玉と息子をてかやっぱ二人三脚してんのかな。そう、なんかけん玉が上手くなるためだけじゃない、やっぱこうなんかそこがやっぱ人としての良さが、やっぱなんかかっけえやつが止め剣やればかっけえみたいな、 そこに行き着くと思うんですけど、かっけえ親がちゃんと育てた子供はかっけえっていうあのそこに尽きるものがまあ剣玉を足しただけだっていう、そうだ、
多分なんか何やけどもやってなくても多分かっこいいでしょうけど、それはやっぱその子たちがけん玉を選んでかっこいいと思って自分たちもやっていて、そうだね、まあ、バンドをやってようがサッカーやってようが多分かっこよかった、かっこよかったと思う。なんか同じ技をやっても色がすごいね、新之助のジャグっていうのが速いとかやっぱ安くのダンスパイアって感じで、動き形がね柔らかさとか、まあ、ある意味対局の2人やから、まあ、すごくタレント個性的のトップ2人だね、全てを。それがやっぱね、小学生のっていう枠じゃなくて、普通に日本のトッププレイヤーとしていい個性出てる2人を。僕、けん玉始めたのが10歳なんですよ。そうね、だからもう今のやすくんとしんのすけともほぼ同じぐらいに始めて今があるんで、逆にだからあと20年後楽しみですよね。まあどうなってもかっこいい子たちだよね。けん玉をやめようが、違うことを始めようが、やってては欲しいけどね、うん、絶対にかっこいい子では、まず10年後だね、ズーパダンキーが10年やったからやったんで、まず10年やったら彼らがどういうことは、またその時にはちょっとまたやりたい、したいね。